こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。昨日はね、豆腐ハンバーグでした。まず、玉ねぎをね、芯を切り取って、で、ざっくりみじん切りにしていきます。ね、いつものことだけど、細かいみじん切りじゃなくて、ざっとしたみじん切りで大丈夫です。どうせね、これレンチンするから。大丈夫。もうね、細かくしてれば目が痛くなるからね。もうざっくりみじん切りもね、ちゃんとできるよ。そしたらね、顆粒コンソメ小さじ1入れて、ラップをしてレンチンします。あら、進んでた。で、ニンニクは包丁の背で潰して、粗みじんにします。これね、ソースに使うよ。ソースのね、調味料を合わせておきます。分量はこれです。私お茶を飲みながら、それで空っぽのペットボトル、あそこにずっと置きっぱなしだよね。もうね、捨てに行くのがめんどくさいの。だから夫がね、いつも仕事に行くときに捨ててくれます。ありがとう。そしたらね、このソースはしっかり混ぜ合わせておきます。で、鶏ひき肉をドカンと入れて、豆腐はね、軽く水切りしてます。もう軽くです。めんどくさいから軽くしかしなかった。豆腐は手でぐにゅって潰して入れて、レンチンした玉ねぎ、これね、粗熱が取れてから、混ぜくってね。そしたらね、これを全体をね、こねます。最初はね、シャバシャバしてるけど、ずっとこうこねてるうちに粘り気が出てくるから、粘り気が出てきたら大丈夫です。じゃあ焼くよ。フライパンに油を熱します。で、薄煙が出てきたら温まった合図なので、ドカンと入れて焼いていきます。めんどくさいからね、大きなハンバーグにしちゃった。何回も焼くのがめんどくさいでしょ。だからね、私手が大きいんだけど、その大きな手のひらサイズのハンバーグです。多少ね、焼き縮みをするからいいの。そしてクリッとひっくり返します。何もかもめんどくさいしていい感じですよね。はい、クリッとひっくり返すよ。でもね、焼いてればやっぱりね、キュッてね、ちょっとね、縮まるからね、いいよ。ひっくり返したら、今度はね、蓋をして蒸し焼きにします。火加減はね、中火です。5分半ずつね、焼いてるよ。ほんでね、取り忘れててね、もう全部ボンって投げ込んでた。そしたらね、ソースをザバッと入れて、これをね、しっかり絡ませます。裏返したりしながらね、しっかり絡ませます。そしてね、このソースがね、また美味しいの。ソースでね、野菜食べても美味しいし、ご飯食べてもね、美味しいです。まあ美味しいからね、私がどんどん成長してる、困っちゃう。
でね、これでも出来上がりです。で、ハンバーグの分量はね、これです。ここね、これです。はい、昨日はね、こんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。